モデルがうまいこと捕まらないので、モデルの仕事をすると、なんかこっちの方が、佐藤君を良しとするかどうか。いや、僕的には、うん、いいなと思ってて。うんうん、別に無理してスタジオでやる必要はないかなと思ってるので、まあ、一旦モデルをこうもうちょい見てもいいのかなとは思いますけど、曇りだったら別に関係ないんだけど、結構これもう10時とか11時回っちゃうと撮れなそうなんで、うんうんうん、なんか前朝と2人で話した時もちょろっと話したんですけど、なんかまあ、ロケやるにしても、ちょっと写真のライト、なんだろう、光のこととかはちょっとあんま分かんないですけど、空気感的にはやっぱ早朝、なんかまあ早朝もしくはもう夜みたいな方が、なんかちょっと冷たい感じというか、お昼のなんかちょっとハートフルな感じではないというか、なのかなって言ってたんで、早朝は全然、まあ自分は問題ないんですけど。うん、僕も問題ないけど、モデルがっていうことですよね。ヘアの子も早朝は大丈夫なんですかね。本当は多分午前中大丈夫って言ってたんで。ああ、なるほど、なるほど。OK、そう。まあ、なんで、こう、渋谷界隈だったら別に、この、うちっていうか、奥脇の事務所でヘアメイクとかもできると思うんで、うんうん、そこは全然問題ないんですけど、まあ、だからモデルを誰にするかだよね、一番の。そうですね、モデルが、そこが一番あれですね。なんか、この子、すごいなんか、仲良くて、こういう、ちょっと今髪の毛特殊なんですけど、この子めちゃくちゃいい子だからさ、多分本当にスケジュールが空いてれば撮れると思うんだよね。アメリーさん、朝と見れる？待って、今 LINE で送るわ、URL、うん、いや見てる見てる、あ見てる、うん、なんだろう、何回か作撮りするときとか、前あの翔平さんとあのー、何時だっけな、ヨッピーとやったときあったじゃないですか、うん、なんかあのときとかもなんかこの子ね、言ってたよね、そういいかもって言ってたんで、全然割と自分は好きです。この子が、この人がもし OK だったらすごいいい感じと連絡を取ってみよう。あ、俺じゃあ LINE しとこうか。あ、27っすね。どうすか、大丈夫そうですかね。キンキンだな。あ、僕はあの結構そう、あさってなんで僕は結構動けるので、まあ、一旦27あたりっていう風にこう握ってただけなんで、割とこう大丈夫なんですけど。俺が29が撮影で30が大掃除になっちゃってるから、27か28か、28が和志くんならねえか。和志くん。そうなんですよ。28が自分ラスト入ってるんで。そうだね。じゃあ27か31。そうね。そうですね。31とかは全然自分は大丈夫です。僕も行きます。聞いてみます。マジスタイリングの服は27であっても31であってもいけそう。うん、そうだね。結局その、まあ、多分31、1日はショップとかも閉まっちゃうから、うん、まあどの道30までには集めるから、まあ27だとしたらまあ明日集めようと思ってたんだけど、うんうんうん、ある程度まあなんだろう、候補はもう絞ってるから、うん。まあ、足りないところ、まあ、事務所にある服もとかもまあ使いつつ、足りないところだけちょっと明日リースしようかなと思ってたから、まあ、別に31だったら31で別に全然大丈夫。昨日僕が送ったさ、あれはいる？アイテム、このリボンみたいなやつだ。そう。うわ、なんかどうなんだろう。でもロケで上野であの感じで行くならなくてもいいかなって僕はちょっと思ったんだけど。うん、なんかちょっと、いやなんかせっかくロケでやるんだったら、あんまりこういうちょっと、なんて言うんだろう、ほんとコレクションピースみたいなアイテムのスタイリングよりも、なんか、なんて言うんだろう、ちょっと空気感のあるデイリーウェアみたいな、うん、なんだろう、ギリというか、普段使いも、おしゃれな人なら、おしゃれな人なら普段もこういうの着るかな、くらいの、うん、ニュアンスというか、なんかあんま今っぽくな、さ、な、なんだろう、今っぽすぎずみたいな。俺のイメージでは割と昔のヴィンテージのセットアップとかドレスとかでちょっと今っぽいのも入れつつくらいのテンションなのかなって思ってたんだけど、うんうん、ね、完全に今っぽい、もうほんと2020に全振りとか、そのヴィンテージ
ぽい感じ、 80s 70s に全振りとかっていうよりはなんかそのいい塩梅のところでやれればなと思ってたんだけど。え、オッケー。でもあんま主張がない方がいいんだよね。そうだね、あんまりもうなんか懸念、僕の懸念点としては服がこうバーンって出ちゃうところの、なんか割とシンプルめな方がいいかなって思うのもあるし、例えば代々木公園で撮るんだったら逆になんかシンプルめな方が服がこうパチキッと来ちゃうのかなとも思うし、うーん、まあまあまあ何パターンか、そうだね、持ってこうかな。例えばこれぐらいシンプルなドレスを着てる人がつけてると、はいはいはい、すごいこう目に留まりやすいっていうのはあるんだけども、でも本当はこういう人たちにつけててほしいなっていうアクセサリーだなって俺はちょっと思うんだけど、ね、それはそうですね。そうだからなんかそのわりかしこうなんだろうな、本当腰ぐらい、腰上ぐらいまで引いちゃうと結構服的な情報が入ってきちゃうけど、でもさっきそのジルサンダーで見たみたいにめちゃくちゃドアップな写真とかも入ってくれば、あ、なんかこう一番見せたいのはそれなんだなみたいな、物撮りの写真とかもなんかこうしたりとかして、うんうん、そうですね、なんか他でこうフォローしてあげて、であくまでこの引きのモデルも全部入ってる写真とかだと割とイメージよりつうか、こういう女性が女性像をイメージして作ってますみたいな、なんかそういうのが見せれたら別にいいのかなって俺はちょっと思ってて、なんか個人的には引きもあった方がアイテムの分かりやすさというよりかはコンセプトの分かりやすさとか、まあ、さっき翔平さんも言ったんですけど、どういう人がつけてるのかっていうところとか、まあ、あと結局買うってなった時にアイテムの物単体よりもやっぱ引きがあった方がいいのかなっていう気もちょっとしてて、結局ディオールの撮影とかでもさ引きと寄りが必ずあったりとかして、まあ、もしかしたらそのサングラス含め、このネックレス含め、あとこのジャケットの質感とかを店に行ってるのかもしれないけど、でもちゃんとこう引きとしてはなんかこういう服自体が全部見えるような写真を収めつつ、服全部見えないにもかかわらずこんだけ寄ってる写真とかもあったりとかしてるから、うんうん、なんかその辺はもう結構これとかもさ、なんかこうジャケットなのかコートなのか、普通デザイナーとかなんか販売するブランド側からしたらさ、結構仕事でよくあるのがそのコートの丈感は見えるぐらいまで引いてほしいですみたいな、足切ってるんですけど、なんかその丈だけは見せたいですみたいな、そういう話がよくあるんだけど、うん、これ結局なんかこう寄っちゃってるし、でもこういう写真も全然あるから、なんかこう引きの写真だとしても物がこう前面に出てきたりとか、かつこう寄って物だけが写ってきたりとか、物撮りもして物しか入ってこないってなってくると、結構こう一辺倒なストーリーになってくるのかなと思うから、うんうん、その辺は別になんかこう引いてるときはなんかちょっとジュエリーアクセサリーは結構こうそんなに目立ってこなくても俺はいいのかなとちょっと思って。なるほど、なんか自分が今それで思ったのが、引きをなんかストーリー的にそのちょっとなんだろう、例えば4枚ワンポーズで撮るとしたときに、そのより度が全部違う、最終的にはもうどよりで、なんかその前は例えばじゃあ顔周りだけ上半身全身みたいな写真になった時に、その全身の写真とかってなんて言うんだろう、普段そのファッションの撮影で撮るくらいの全身ってよりかはもう超もうめちゃくちゃ引いて、なんかもう服もわかんないみたいな、これは何の、例えば広告だとした時にこれは何の広告なんだろうっていうくらいやっちゃった方が、なんか最終あこれはアクセの広告だったのねっていうところまでの流れ的には、なんかあ服の広告なのかな、あアクセだったっていうよりかは、最初もう何が何だか分かんないみたいなくらいもう超引いて遠くに一ポツンくらいのがあってもかっこいいのかなって思ったんですけど。そうね、まあなんかその結構多分その撮るのは自由だと思うから、まあ、全然引きめちゃくちゃ引きの写真と、まあスタンダードに全身入る写
写真と割とバストアップの写真とみたいなのでいくらでも多分パターンとしては撮れると思うんですね当日。まあまあまあそうですね。で最終後からゆっとりあれする感じでも、うん、いいですもんね。確かに確かに。だもういっちゃん最初にジュエリーアクセサリーのあの写真ドヨリの写真がボンって入ってきて、まあ、例えば SNS だとしたら横にあのスワイプしたら、まあ、今度バストアップの写真が入ってきて、で、まあ、1枚目でこうドヨリアクセサリーの写真を見せてるから、あのこの人たちが何をやりたい何を見せたいんだろうっていうのは多分それで伝わってると思うんだよね。でそのアクセサリーで興味を持ってくれた人がその次スワイプしてもらって、まあなんかそのアクセサリーをつけてる女性像っていうのが見えてきて、でその他ちょっとこうブレてたりとかなんかこうピントが合ってないとかそういうイメージ写真が入ってきたとしても、あそれめっちゃいいっすね。で結局やりたいことっていうのは多分伝わるとは思うんだよね。うんうん。これってヘアメイクのリファとかはどうなんですかね。いやどうなんですかね。僕が結構やっちゃっていいのか、それとも向こうがこう午前中空いてるよっていう子が、はい、あの一応メイクメインでやってる子で、でなんかもうお願いされたら全然やるけど、まあ、本当はメイクが一番やりたいっていう子なのね。まあだからまあもしかしたらお願いしたら来てくれるヘアとかもいるとは思うんだけど、でも結局そのなんか外で撮るし、そうっすね、あんまり作り込む必要がないのかなってはちょっと、うん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 、それこそさっきのジルサンダーみたいに風でなびっていう、あーそうっすね、うん、の見え方で、でアクセサリーの邪魔にならなければいいぐらいだから、だから割とこうナチュラルめでまとまってくれてれば別にいいのかなとはちょっと思ってるかな。そうです。まあ最悪例えばヘアなんだろう気になるなみたいなのがあって、まあなんか被り物とか自分持っていけるんで、ああね。なんか例えば帽子かぶっちゃうでもいいし、うん、なんて言うんだろう。まあこれはまあ本当に衣装を決めつつなんでまだ今仮ですけど、まあ帽子でもいいし、なんか例えばスカーフなんかまあ待ち込まきみたいなことでもいいし。うん、なんかまあやりようはその場でいくらでもあるのか。ゲスゲス。こういう感じになっちゃっててもなんか。うん。かっこいい。みたいな。まあ多分あの朝なんでこれにはならないんだけど。うん、もうこれ顔がこれぐらい後ろ向いちゃってて、でこっち側の耳だけ出してもらえればアクセサリーつけてるのが見えてくるし、なんか結構もうなんか最近。最近っぽい写真っていう話で言えばもうちゃんと写ってない方が写真が最近っぽいものになっちゃうから今っぽいみたいな、はい、なんかこう販売するとか売っていくっていう話で言えばなんかもう逆に綺麗に写ってない方が多分若い子にはすごい印象がいいんだろうね。画質もそんなに良くなくってみたいな、これぐらいザラザラしてて、まあ、何かしらものすごくデジタルで綺麗に光が当たってて撮ってますじゃない方が今っぽいって話になるのかなと思う、まあ、そんな感じですかね。まあ、モデル今ちょっと LINE 送ってきてるんで、まあ、それ一旦その、そうですね、その人想定で、27か31の、まあ、スケジュール次第で、代々木公園予定って感じですかね。うん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 。ロケだったら翔平さん的には代々木公園が一番良さそうですか？まあなんかその、こっちのこういうちょっと街の空気感というか、いうのが入ってくるんだったら、はいはい、あ、なんか俺銀座とか、そっちの方なのかなとか。そうですね。で結構その、望遠レンズとか結構そういう背景がめちゃくちゃボケるようなレンズ使っちゃえば、そんなにこう後ろが気にならないからさ、はい、まあこういう話ができるのかなとはちょっと思ってたけど、でもなんかこうその街のごちゃごちゃ感とかがそんなに、まあ、どっちでもいいんだけどさ、代々木公園さっきのジルサンダーみたいな空気感に行くか、こういう街がちょっと入ってくる空気感に行くか。なんか個人的には割と代々木公とかでやった、まあ、さっきのジルサンダーとかの方が、まあ、好き嫌いですけど、うん、
好きかなっていう、まあ、あとなんかはめやすいかなっていう、そっちの方が衣装とかアクセも含めて写真とかそういう要素が入ってくるとなんか、まあ、ほんとあの L っぽくなってくるよね、ちょっと、はい、なんか自由度がないですよね、その現場で例えばやっぱこうしたいってなった時の、うん、なんか自由度というか最悪その原宿出れるしねそうですね、表参道渋谷原宿もそうですね、表参道とかあったらまあもう最悪こっち行きたいってなっても表参道ならどうにかなるのかな、まあまあギリどうにかなるとは思う、はい、まあそうですね、こうの方がいいかとしたら一旦予約予定で、はい、朝 どうしますか、車とか借りた方がいいですかね、いやね、あそこパーキングが1時間までなんか道路脇に止めるやつあるじゃん、はい、あれなんで、あで、まあ駐車場もあるから、でも駐車場もあれ、まあタクシー移動でいいんじゃないかなってちょっと思ってて、あーなるほど、じゃあ拠点が別に一旦どっかでヘアメイクと着替えだけやっちゃって、はいはいはい、そうですね、その方がいいかもしれない、服もそんな多くない、きっとそうですね、結局まあ撮るのはワンポーズなんで、まあ 2,3 ポーズくらいか、まあワンポーズプラスなんだろう、アイテムごとでちょっと指バラバラで持っていくかくらいなんで、全然持ち運びはできるっすね、サクッと。じゃあなんかいろいろと全部現場でいいのかなと、ちょっと思って。あ、もう予約を集合でってことですか？いや、うち事務所が、和志くんが前来たとこから引っ越しまして。ああ、そうなんですね。今、青学寄りなあたりにあって。はいはいはい。で、まあ、ヘアメイクとかも全部そこを集合でやっちゃおうかなと思ってて、そうですね、事務所があるならそれが一番、着替えとかも、まあ、ぶっちゃけ電源あれば俺も助かるんで、うんうん、スチームとかかけたいあるならって感じなんで、なんでまあなんかで俺だけちょっと先予約を行かしてもらって、はいはい、まあちょっとどの辺でやろうかなみたいなとかを考えてて、で後でちょっとタクシーで来てもらう、じゃあとりあえずそんな感じですかね、予約予定の、まあ、なんだろう、写真のリファ的には、まあ、ちょっとジルサンダーっぽい感じで、アクセ見えるような。で、まあ、衣装は、今のところ俺の想定では、まあ、ドレスなのかなって思ってて、うんうんうん、割と白系、もしくはペールトーンなのかな、もしくは真っ黒とかでもかっこいいかなって気もしてるんですけど。あくまで結構ネイチャーがこう、メイン。もう周りがほとんどだから、はいはいはい、そんなにかしこまってほしくはないかなとはちょっと思ってて、人的には、うん、緩めというか、そうそうそう、なんかこのテンション的にはこの白黒のこのなんだろう塊の中の左下とかだとまたでもなんかちょっと空気感違うですよね、ヨヨコとかっていう感じでも、これはなんかちょっと近所のコンビニに出かけたみたいな、そうですね、空間だから、まあ、ドレスにしてもなんかこうこれぐらいなドレスになっちゃうで欲しくはないなとはちょっと思ってて、はいはいはい、なんかこれもどうなんだろうなとはちょっと思ってて、これか、あなんかこれ多分すごいコントラストをつけたかったと思うんだよね、その自然の中にこのすごいドレス、まあ、よくある話だとは思うんだけど、はいはい、なんかこうそういう見せ方はしたくないなと思ってて意外と持ってね、まあ色で言ったらまだこっちの方が、あーなるほど、形はちょっとこれすごいボンってなりすぎなんですけど、うん、色味的な話で言ったらすごいなんかこう割と馴染みやすい、うん、なんか方が見やすいのかなと思って、じゃあまあ背景から浮きすぎるよりかは、まあ、背景に馴染むような、まあ、アイテムなり、うん、色なりって感じですかね、そうね、まあ、ちょっと服に関してはもうどの辺がベストなのかっていうのはちょっと難しいんですけど、まあ、ちょっと考えてみますわ、何パターンか、うん、まあ、馴染みやすいような感じで、思ったより細いよこの子、あ本当ですか、
身長とかってどのくらいですか？身長はね、75前後かな、うん、意外と29歳。ああ、そうなんですね。若めの人だと思ってた。はい、なんかそれもあるかな。多分そんなにやっぱこうヤングに見えない。はいはい。ぐらいの相手ではいい、の方がいいと。まあちょっとこう、おしゃれな人だったら普段着てるよねぐらいな。はいはいはい。一般の大学生とかだとちょっと、それこそ結婚式でもない。多くないんだろうけど、でもまあおしゃれの人だったら普段着で着てるよねぐらい。じゃあもうワンピースってよりかは、あ、じゃあドレスよりかはワンピースっぽい感じの方がいいですかね、感覚イメージ的には。まあ、はい、ロケと馴染みは出るよね、こっちの方が。そうですね。結構真っ白とかだとやっぱりこの面白みが一個減っちゃう気がしてるから。やっぱりこう淡くてもいいんで、ちょっと色が入ったりとかしてたけど、まあこれちょっとこの時のカルベンとかだとさ、もうまあピントが合ってないっていうのがまあそもそものあれなのかもわかんないけど、なんかこうそんなにこう服が浮き立ってないっていうかさ、多分今の時期ヨーヨコーって多分こんな感じだと思うんだけど。そうですね。例えば公園だとしたら本当に出かけ、おしゃれな人が出かけてきたみたいなぐらいのもんじゃない、これぐらいって。はい。だから多分それぐらいの見え方の方が、これとかもすごい背景と馴染んでる気がするし、そうね、それぐらい、ちょっと微妙な塩梅なんですけど。了解です、了解です、大丈夫です。まあちょっとモデルですね、モデルからが動けるかどうかで、ちょっとダメだった時のこと考えておく。そうですね。もしかしたら27、31どっちも動けない可能性あると思うからさ。そうですね。なんか第二候補くらいまでは決めときたいかもしれないです。なんかそれこそさ、結構もう顔が後ろ向いちゃってて見えなくなるぐらいになるんだったら、はい、これ別に日本人の女の子でも全然いいかなとちょっと思ってて。はい。誰か友達にないですか？ある程度身長が合ってて細くて。ちょっと、細くて連絡なんか、あ、いるわ、外。いや、まあ友達の中でいたらその人だし、いなければサイトとか SNS で飛んで候補だけでもこう拾っておこうかなみたいな。もしダメだなんかもう27ってなったらもう今日付変わって明日なんで。そうですね。もう見つけ次第なんかこう逆に動ける人はとりあえず確保しときたいっつうか、ちょっと今日中にそしたらリグって、でそれなりのピック、もしダメだった時用でピックして。うん、でも27の朝っすからね、ほんと時間ないですよね。もうほんとね、そうね明日空いてるくらいじゃないともう30時間後ぐらいやと。カジシいる？誰か。いや、なんか俺が普段も、まあ、日本人とかでモデル作ドルとかでやってもらってる人とかだと、あ、どうなんだろう、なんか例えばなんだろう、ちょっと待って、このこの人とかだったら、なんか上田のか、そう、この子とかはまあスタイルはすごいいいし、多分呼んだら来てくれるけど、そのなんだろう、合うかなっていうところとか。なるほどね。だから正面は絶対取らない、うん、そう。あとまあ髪の毛もなんかこの子とかは結構もう超黒髪のロングストレートみたいな、結構モードな感じなんですよ、うんうんうん、だからってよりかはなんかまあちょっとウェーブとかのあるような金髪とかくらいの方がいいのかなっていう。まあなんか黒髪でもすごいこうストンって落ちてるんじゃなくて、なんかこう後ろ向いてるけど、あの向こう側から風が吹いてて、こっち側にこう髪が全部わってなびいてるみたいな見え方だったら、そんなに重たくは見えないかなとは思うから、まあちょっと第二候補もそうですね、一旦考え、今日中にちょっと
和志くんもその子スケジュールだけ聞くだけ聞いといてもらった方がいいかもしれないです。了解する了解する。あ、かなんか LINE でグループ作ってもらってもいいかですし。あ、翔平さん大丈夫ですか？あ、全然お願いします。はい、今作りました。まあ、じゃあ一旦さっきのその翔平さん連絡してくれてる方が第一で、うん、その人が厳しそうだったらまあ第二くらいまでは欲しいっていうね。まああれだもんね、12までに欲しいってなったらもうちょっと待てない。最悪もうその引きの写真使えないってなったとしても、そのまあちょっと目と口だけがこう横顔で入ってきてて、そのアクセサリーのアップがあるぐらいの写真だけでも最悪押さえとくだけでもないよりかは多分いいと思うから。そうですね、ちょっとまあモデルはそうですね、一回多分今っていうよりかは一旦リサーチした方が、うんうん、ちょっと急ぎ目で。そうですね、なる早で。なんかさ、一個ちょっと聞きたいんだけどさ、はい、はいはい、ありかなしかなんだけどさ、はい俺ってどうなの？俺さ、なんか結構最初となんか知り合いの知り合いみたいな感じでさ、はい、知り合いだったんだけど、まあ普通にハーフなのよ。はい、で結構まあ動画んちゃ動画なんですけど、これ今髪型ってどんな感じなんですかね？多分ね、この辺金髪だと思う。あって、でまあ細いは細いし身長もある子なんだけど、僕的には全然なしではないけど、さっき見せていただいた方の方がいいなっていうのはありますね。そうだね。カズシはどう？俺は好きだけどか、うん、まあでも確かに顔がちょっと童顔だから、うん、なんかこの人でもし例えば今回の先生がこの人だとしても、なんか髪の毛ちょっとなんて言うんだろう、髪の毛次第なのかなっていう。なんか普通に下ろしてる、まあ、あどうなんだろう、なんかこの一番上の列の一番右とかだったらなんかあんまり子供っぽくもないのかなっていう気もするし、まあでもさっき翔平さん言ってたみたいに、その髪の毛がバサーってなってるみたいなだったら、うん、全然でも服に合いそうですよね、個人的には。もうスタイルはめちゃくちゃいい。俺知り合いじゃないんだけどさ、個人的に撮りたい子なんだけどさ、この子なんて人ですか？あらこちゃん。顔はね、こっちの方がねだいぶいいんですよ。そうですね。でなんか一瞬考えたのは、あの俺の周りのヘアとメイクが結構こう仲いいやつが多いから、はい、緊急でそいつらを入れちゃってで呼んでもらうみたいな。ああ、なるほど。う、明日空いてないかなみたいな。確かに。ああ、俺もすごい共通の友達がめっちゃいるっすね。あるあるだよね。あ、ブラボなんですね。毎回 DM 送ったんだけどさ、全然返事がなくてさ。ああ。フォロワー3000いたら、あれかもしんないですね。サクッと来てくれるかわかんないですよね。いや、でもね、なんかその、いつも、あの、かなちゃん、前さ、はい、あの、ヨピーが撮影に来てくれたメイクのかなちゃんとかに、はい、その、あ、仲いいのやつで。はい。あ、全然呼べますよ、とか、もう。2つ返事で言ってたからさ。本当ですか？そうそう。顔はめちゃくちゃめちゃくちゃいいよね。いいですね。あとヨヨコが似合いそう。確かに。だからこのさ、まあ俺の多分その緊急ですぐ動いてくれるのがこいつなんだけどさ、はい、こいつがどれぐらい一体仲いいのかっていう話ではあるんだよね。あとこの人もすごい撮りたいんだよね。でもこれはちょっとテイスト変わってきちゃうかもね。そうですね。今回もちょっと、うん、多分こいつだったら4、さっきの原子ちゃんは呼んでくれる可能性が、だから強引にヘアをこいつ入れちゃって、
はい、みたいな、一つの手として。この人は、翔平さん的に別になんかこの人のヘアメイクが嫌じゃなければ全然。一番仲良いと一番一緒にやってるやつで。ああ、そうなんですね。そう、ただこいつはね、結構こうエッチなものが強めつうか、あんまナチュラルスタイルじゃない子なの。ナチュラルにしてもなんかこうワンポイント入れようとするタイプだから、まあでも言えば多分全然できると思う。すごいフッカルなんで。あ、そうなんですね。うん、スケジュール本当撮影入ってなければ明日行けるっていうやつなんで。やば、めっちゃいいです。自分は全然ヘアメイクはお願いしても。まあじゃあちょっとダメ元でこいつも呼んでみて。はい。ちょっとなんかモデルがちょっと不確定なんで、ちょっとハルコちゃん呼べるかっていうのをちょっと聞いてみます。すいません、お願いします。今ちょっとヘアのやつから LINE が返ってきまして、はい、はい、31ならもしかしたら動けるかもっていう話。ああ、なるほど。31なら、ま、もしかしたらいけるかもなんですけど、まだなんともっていう話ですね。31、自分は別に全然31でも平気なんですけど、僕も行きます。この段階でまだ何ともっていう話だと、多分そのもしかしたら現場が入るかもみたいな、そういう話かな。ああ、まあヘアメイクとかだと割とどうなんすかね。いや、あると思うけどね。そうっすね、今入ってなければ、まあまあでも言うて31ってあと1週間くらいはありますから、うん、どうなんだろう。ヘアメイクってそんな急に仕事入ったりするんですかね。いや、なんだろうな、どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。多分、師匠から知らされてないみたいな話なのかな。あー、なるほど、そういうパターンか。まあ、でも、その、ね、まあ、予備候補。そうですね。なんで、まあ、じゃあ、お願いするようであれば、31にして、こいつ。はい。そのあれですよね、だって最初のその第一のモデルの方が別に27でよければ別に27で。そう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 、こいつも来なくていいっていう。そうですよね、うん、まあそうですね。それでじゃあ一旦 OK です。ちょっとよく見せるか。はい、ちょっとこう31動けそうな、なんかモデルできそうな人、随時ちょっとスケジュールだけちょっと確認しといてもらって。そうですねって感じですかね。はい、了解です。ちょっと何人か当たってみます。良さそうな人、はい、お願いします。はい、じゃあ一旦そんな感じですかね。はいはい、じゃあまあモデルだけ随時、あと服もなんか決まったら一応写真を送ってもらえたら。あ、了解です、了解です。明日一旦回るんで、うん、借りたやつ、まあ、ここで組んで一旦送ります。うん、オッケー。じゃあ、まあ、なんか進展があれば、はい、はい、お願いします。はい、じゃあ、一旦お疲れ様です、はい。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、ミーティングが無事に終わりまして、これから撮影の様子がね、流れると思うんですけど、めちゃめちゃ良かったです。で、撮影自体もね、すごい楽しくて、早朝から代々木公園で撮影したんですけど、それもすごい楽しくて、初めてのメンバーだったのでね、なんか慣れないところもありながらだったんですけど、すごい楽しく、撮影できて、最終の写真もすごいいいものが出来上がって、はい、非常に、なんだろうな、優秀な人たちだったなっていう印象ですかね。はい、でちょっと今回はね、僕の3つのピースのアクセサリーの撮影だったんですけど、次ももっと撮影したいなと思いました、あのメンバーでね。はい、でモデルの人もね、すごいいい人で、なんだろうな、一緒に撮影しててすごい楽しかったですし、まあ見たら分かると思うんですけどね、そのオンとオフの切り替えがすごい
上手な方だなと思ってました。はい、そんな感じで撮影の様子に行きますか。早速、はい、それではどうぞ。